聞いたか、あれが新しい荒人神の巫女。結構若そうだけど本当に大丈夫なの？覚えておきなさい、ココミ。荒人神の巫女になれば渡墨島を託されることになる。今後は人々の期待に応えられるよう励むのじゃ。そう、私は統治が得意ではありません。私が得意なのは傭兵の道とは、すなわち勝利、この一言につきます。死傷者を減らし敵に大打撃を与えること。本作戦ではシャコとチンアナゴの2小隊が敵をおびき寄せ、戦局が有利であれば攻城戦術で、でなければメカジキ小隊を後ろへ回らせ兵糧を燃やします。立派な渡墨島の指導者、私にはまだまだです。戦場の形勢は千変万化ですが、突破口もあります。しかし戦場の外、人心の変化はどう予測すればいいのでしょう。時間があるときに三五宮へ来てお話ししませんか？